略本社やってまいりました。今日はジュニア福島から来ましたパチコです。東電の皆さん、福島が今どんな状況になっているか実際に福島に来て話を聞いて見て感じて、そしてここに戻ってきて判断をしてほしいです。一度も足を運ばずに机の上だけで計算して安全な原発なんか作れるはずがない。原発の中に自分で入ってみろ。こんなぬくぬくとした建物の放射能を遮断する核シェルターの中で仕事をしているあなたたちに福島県の気持ちなど分かるはずがない。福島県はどんなにこの9ヶ月間辛い思いをして毎晩毎晩涙をしてきたか、それをみんながどんな思いで耐えてきたか、もっと人間としての心を持って判断してください。あなたたちにも家族があるでしょう。私にも福島県のみんなにも家族があるんです。その家族を守れるずに、いかにも福島県はもう収束したようなそんな発表をさせて、私たちが何も心配なく暮らせるようなそんな福島県になったようなそぶりだけをして福島県に留めておいて嘘をつくんじゃない。子供たちに嘘をついてはいけないと教育をしてきた、その日本が今政府も東電も一緒になって嘘をつきまくり、嘘つきは泥棒の始まりと子供に教えてきた私たちは何と言って弁解すればいいんだ。人間として本当に一番大事なものを東電の社員も全員もう一度考え直してくれ。あなたたちだって食べ物を食べてるでしょう。空気を吸ってるでしょう。水を飲んでるでしょう。この3つがなくて生きている人なんかこの世に誰もいないんです。これを全て汚しておいて私たちに微々たる賠償金を支払う、ふざけんじゃないよ。お金でなんか買えないんだっていうことをまず肝に銘じろ。お金で私たちの心は買えないんだからな。その上で保証を考えなさい。生活をきちんとできるように福島県の土地をどうしたら元に戻せるか真剣になって考えなさい。まずそのためにはこれ以上汚染させないための原発を全て止めることから始めることが一番やるべきことでしょう。福島県の子どもたちが全国の皆さんの善意で避難させてもらっています。その行った先々に全てくまなく原発がついてるんですよ。こんな状況で子どもが安心して暮らせるはずないでしょう。東電がまず全部の原発を止めて、日本の原発を全て止めた日本になってください。私たちがどんなに辛くても頑張れるたった一つの望みは原発止めること以外にないんです。太郎さんが到着しました。どうも、俳優やってます山本太郎です。ちょっと5分だけと思って寄りました。本当にこんなたくさんの人たちが、本当に東電さん聞こえてますか。仕事納めて収まるものなんて何もないじゃないですか。ほらしっぱなしじゃないですか。何も終わってないですよ。最低限のフォローをしてくださいということで福島の方々が今ここに来て声を上げてるんですよ。仕事なんて収まるわけないじゃないですか。年忘れて忘れられること
限、自主避難に仮払いだけでも先にしてください。一度避難が可能になった人たちでもまた戻らなきゃいけないような厳しい状況になっています。最低限まずは自主避難の仮払いだけでもしてください。そして住民たちがどうして除染をしなきゃいけないんですか。どうして被爆しなきゃいけないんですか。あなたたちがばらまいたものをどうして住民が除染しなきゃいけないのか、普通に考えておかしいですよね。一刻も早くあなたたちが業者を雇って皆さんが安全に住めるように、その最低限のことをやってください。そのためにここに声を上げに来ている福島の方々がいるんですよ。この現実を見つめてください。ボーナス払う前に違うもん払うべきでしょ。しっかりとこの現実を受け止めてください。よろしくお願いします。頑張っていきましょうね。諦めませんよ。諦めて得をするのは東電さんと国だけです。諦めないぞ。
行中、子供たちは集団疎開をいたしました。それは焼夷弾が撃ってくる鉄砲が、武器が目に見えてるからです。そして今この時代になって、なんで子供たちを集団で疎開させることができないのか。今撃ってくる爆弾は目に見えないだけなんです。どれくらい恐ろしいものなのか、ここが想像力の大切なところなんですね。私は6年前ベラルーシに行ってきました。